ちょっとご飯食べるだけ配信。ちょっと昨日しなかったから顔だけ見せようと思って。来た金メダル、ありがとう。あ、さあ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 チロさあ10個ありがとう。テレッチャーさあ10個ありがとう。そうじゃん、猿じゃん。来たね、これは。さあ、我らの時代来たね。さあさあねずこ、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 肝臓ねずこ10個ありがとう。さあ、嬉しいんだけど。え、5月じゃん。なめなめ10個ありがとう。ごめん、マジで今日目見えてない。お風呂入った。みんなの羨ましいことをしてきましたよ。たい焼きもあるんだ。メンバーと大浴場に行ってきました。なんか最近メンバーと大浴場に行けるようになった。ちょっと大人になったかも。私今まではちょっと思春期だったからメンバーと大浴場とかちょっと恥ずかしくて行けなかったんだけど、最近メンバーと大浴場に行けるようになってきました。思春期を乗り越えました。さあ、嬉しい。あー、熱い。誰と一緒かは、いや言ったらみんな興奮して寝れなくなっちゃうから。スマイルさ10個ありがとう。そうそうそう、写メはないです。いただきます。お弁当、エナジーだ。ささ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 さ。嬉しい、サーカスじゃん今日。テンション上がるわ。エナジーだ。ネズコ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 。ささ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 さ。明日は大切なお仕事。大切じゃないお仕事がないはないですよ。感じ。さささささささ。ありがとう。何食べよう。食べるものが。ねずこ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 。さあやばいやばい、すっぴんにメガネっていうもう最悪の状況。さあ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 、ありがとうありがとう。さあさあさあ、リップも塗ってない。めっちゃスキンケアしたばっか。食べるものないな、どうしようかな。アリちゃんが香水つけてテンション上がってます。嬉しい。嬉しい。なんかさ、通販で買ったの、アリちゃんへのタンプレで香水欲しいって言ってたからさ、買ったらさ、なんか私さ、なんか香水ってプシュってするやつとスクショ禁止よ。今日スクショ載せないで。30個ありがとうよ。さささささ、そう思ったらさ、プシューじゃなくてさ、なんかロールオンコロコロタイプ、まあ、香りは一緒なんだけど、そうなんかアリちゃんプシューの方が良かったかなって。心配だけど通販で買ったからあれくるくるだったんだよね。届いてなんか伝票を見て、あ、これトロッとくるくるのやつじゃんってなって、まあ匂い一緒だからいっか。肉。お金持ってなくてさ、自販機でさ
やばお茶も、お茶とも水、お茶も水も持ってくの忘れたなと思ってさ、自販機に行ったのにさスイカ使えなくてさ、 IC カード済んだ。くるくるが先生マッパ、ほんと正直マジかってなってなかった。ならいいんだけど、現金持ち歩かないとな、少しは。妹で学力テスト再配信してた、配信してた。いやリンゴジュースしかないんだよ。だからちょっと今熱っ、慌ててお茶を作ったホテルの。オフ発見、猿ネズミ、今日ベッド3つもあるんだけど部屋に。すごくない？全部くっつけて城本クリニックしようかな。0120827219 一人、多分コロナだからじゃない？わかんないけど。今度はでかい部屋なんだ。落ち着かない。とりあえず全部のベッドに荷物置いてやったぜ。ゆかさんも来た。一緒に車で一番したい白本クリニック、おもろ。ナナフェイスベアー、ありがとう。確かに枕全部使っちゃおう。私が一緒に大浴場をした相手は滝野です。滝野と大浴場行って、そしたら途中でココアも来て合流して3人で露天風呂を貸し切り状態で。でも私コンタクトしてなくて、眼鏡もお風呂だからしてなかったんですよ。だから全然何も見てないんで安心してください。
お見送り嬉しかった、よかった。泳いでないよ泳いでないです。ね、アメニティ一人分しかなかったよフフ平泳ぎしてないよ。よし、というわけでご飯は終わり、ごちそうさま。おへそ？待って、これ私がいなくなったらベッドめっちゃ汚いの見られる。まあいっか、バーンって荷物置いてるからね。リンゴジュースってほんま美味しいな。今日行ったコンビニ、リンゴジュースだけで3種類もあって、小祝いとクーとなっちゃんのリンゴジュース全部あって、全部値段一緒ぐらいだったからめっちゃ迷ったけど小祝いでしたけど、なっちゃんでもよかったな、これ美味しいけど。よし、それではさようなら皆さん。私はもう数時間後に起きねばならぬので寝ます。みんな猿とネズミをとたくさんありがとう。ささささささを。おやすみ。マジで顔見せただけだ。ドリン、オースケ、ユナニータ、トモ。トーモ、エゴティス48、高森、カンちゃん、青太郎、七選出、近いし、上を、なべなべ、てるちゃ、スマイル、青によし、なっか、あ、ねずこ、カンズ、エンドナリーナ、チロー、ありがとう。というわけで、まあ、またね、公演の話、公演ツアーの話とか、青ひまわりの話とか、そういう話をまたゆっくりちょっとします。明日はもう微妙だね、明後日くらい、まあ、来週ぐらいにするんで話温めておいてください。というわけで、私が福田って言ったら瀬戸内って言ってください。アニマサト福田は瀬戸内サードの後ろどんで決まり、香川県出身のくちゃんこと福田がいでした。それでは、あ、お話し会の一時受付が明日の1時までなので、よかったら、まあ、ちょっと最初なんでいろいろ制約があって難しいんですけどね、よかったらお待ちしております。ギフトとかありがとう。猿と、ね、ネズミを定番化してほしい。はい、まあ、定番化しないからちょっと特別ってのもあるのかな、やっぱでも期間限定だからいいみたいなとこもあるのか、まあいいやありがとうございました。お疲れんこんです。なんかいいことあったかな、他。まあいっかじゃあメールとかツイッターも明日送ります。それではバイバーイ。つかれんこ、おやすみ、みんゼミでした。